来月行われる山形花笠祭りを前に、山形市議会では毎年恒例の花笠議会が開かれました。今日は色鮮やかな花笠が議場を彩ります。とても華やかな雰囲気です。議会を挙げて花笠祭りを盛り上げます。山形市議会では7月の臨時会の冒頭、花笠議会と題したセレモニーを行っています。議員や佐藤市長らは法被を着用し、花笠祭りを PR しました。さらに今年は子どもたちの願い事やイラストが描かれた願い提灯や、およそ30年ぶりに一新された花笠祭りの提灯も飾り付けられました。真夏の夜の山形の活気に満ち溢れるものと楽しみにしているところです。この花笠議会が開催されますことは誠に意義深く、今後とも山形花笠祭りのさらなる発展のため、引き続き議員の皆様の力添えを賜りますようお願い申し上げます。山形花笠祭りは来月5日から3日間、山形市中心市街地で行われます。はー